はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第259回でございます。で、今週のテーマが呼び乗りの匠という男ということで、先日、動画投稿させていただきましたコラボ動画、ね、一緒にコラボさせてくれた呼び乗りの匠くんとね、コラボさせてもらいましたので、その、まあ、裏話じゃないですけど、会ってみてね、実際こういうこと思ったよみたいな話を今回はしていこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。では、実際今そのコラボ動画ね、見てない方もいらっしゃると思いますので、今回この動画の概要欄、もしくはこの動画の最後にリンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。で、たくみくんの方のチャンネルでもコラボ動画がアップされていて、いつもはですね、自分のチャンネルが結構真面目な対談をしていて、で、コラボ相手の方のチャンネルでちょっとこう、面白いとか笑いがあるようなチャンネル、動画とかを撮らせてもらっていることが多かったんですけど、今回は逆で、たくみくんの方のチャンネルが結構がっつり真面目な、話をさせてもらって、まあ、こっちはね、まあ、真面目なん、うん、いや、真面目じゃねえな。結構ね、笑える要素があるような、そういう編集をね、今回していただいたので、まあ、そんな動画になっております。よかったら楽しんでください。で、実際ね、たくみくんに我が家に、来た群馬までね、来ていただきまして、動画を撮りました。で、まあ、駅にまでね、迎え行ったんですけど、もうほんとね、動画のまんまです。イメージは。うん。こう、実際話してみて、あれなんか全然違うなとか、そんなことはなくって。自然体だし、まあ、ほんと礼儀正しいしね。そう。で、まあ、話してて思ったのは、もちろんさ、動画のね、内容とか、そう普段話してる感じからもしても、すごい、まあ、優秀って言い方はすごい、あれか、ちょっと安い言い方になっちゃうけど、すごいこう、知的レベルも。高いし、まあ、ボケのレベルに関しては、ま、ちょっと、ま、控えますけど、とか控えるけど、だし、あとはもう、とにかく努力家。うん、あと動画制作っていう、その動画、授業動画っていう面に対しての、向き合う姿勢とかの、なんだろう、堅実さというか、真面目さっていうのは滲み出てて、で、それはやっぱ実際あっても、ああ、やっぱその通りだな、ってはすごく感じました。まあ、最初、だから、ざっくりまとめると、ほんといい男です。まとめるとね、匠ほんといい男でしたよ。うん。まあ、年下なんでね、まあ、なんだろう、勝手に結構、前から会ったのはね、初めてなんだけど、ちょいちょいこうネット上では絡んでくれてたりした、生放送来てくれたりとかさ、ツイッターで絡んでくれたりしてたんで、ちょっとね、自分の中では、可愛い弟分みたいな、すごい生意気なんだけどね、そういうイメージがあってね。で、動画、向こうの動画かな？たくみくんの方の動画で話したんだけど、自分教育系の YouTuber とコラボするつもりが今まで全然なくて、もともとコラボ自体もね、全然してなかったんだけど、で、花尾さんが最初にコラボさせてもらって、そこからね、ちょこちょこっと、例えばはじめ社長とかね、コラボさせてもらったんだけど、こう、教育系の方で唯一コラボしたいなって、してみたいなって思ってたのはたくみくんだった。これずっと思ってて、多分彼が全然登録者1万人とかまで行ってない時からかな、割とそういう風に思ってて、で、まぁ、今回ね、それが実現したんですけど、で、なんかさ、たくみくんをすごい持ち上げる感じになっちゃうんだけどさ、あと個人的な思いにもなっちゃうんだけど、やっぱり彼はね、もっと世に広まるべき存在というか、まぁ、チャンネルとしてもね、YouTube のチャンネルとしてもそうなんだけど、と、本当に思ってる。だからそれの、まぁ、すごい、これはね、偉そうな言い方になっちゃうけどさ、まぁ、ちょっと気を悪くしたらごめんね。やっぱりその手助けはちょっとしたいなと、思ってて、まあ、大して、そんな拡散力あるわけじゃないけど、でも登録者はね、一応、それなりに、まあ、今ね、見てくれてる方もいるので、それはすごく思ってる。だから彼の授業の質というか、レベルの高さっていうのは、それは内容が高度っていうわけじゃなくて、授業としてのレベルの高さ、質の高さっていうのは、やっぱり教育系の YouTuber の中でやっぱズバ抜けてると思ってる。本当に。うん。だから、見る人が、まあ、ちょっと、カテゴリーっていうか、分野がさ、マニアックと言ったらあれだけど、結構深い分野をしているので、そのストライクゾーンは広くはないと思うんだけど、そこにはまる人というか、そこで悩んでる人にとってはものすごい有益だと思うんだよね。自分とは真逆だから。自分は基礎の問題をいっぱい取っていくっていう。そう。で、まあ特に中高生がメイン、中学生がメインになるけど、小中高生が学校で困った時に、その学校の授業の困った部分を解決させたいっていう。そう、授業が分かるようになってほしいし、テストの点数が上がってほしいって、そういうところの願いがあるから、ちょっとまた違うんだけど、その辺の意図はね。でもそういうふうに思ってて、まあだから、まあ今回それのね、そのお役に立つさかどうかの部分はちょっと怪しいけど、でも、一人の人間として、やっぱりね、匠くんっていうこと
こと、たくみくんという方と、会えたのは本当に良かったな。これからもね、なんか、縁があれば、なんかしたいなと本気で思うので、なんかね、今度は、あれでしょ？事前にドッキリっていうことが分かってるドッキリをするみたいな。謎企画がね、これは話出てたけどさ。そうそう、またね、いずれ、一緒に何かできたらなと思います。で、まあ、実際話を聞いてて、動画の中の話ではないんだけど、天才肌っていうには、ちょっと違うんだよね。だからといって、すげえ、こう、努力の天才っていうタイプがね、両方持ってるタイプ。おそらく、生まれ持ったというかね、まあ自分の持ってるもの、実際にもともと持ってるものとしても、天才気質はあると思うの。彼に関しては。でも、そこに努力が、ものすごい努力ができる、努力の天才の部分もあるから、それが相まって、彼が今できてるというか、成り立ってるのかなっていう。あとは、ものすごい堅実で真面目。分析もするしね。そう。だから、まあ、手堅くというか、言い方もあれだけど、まあ、これから着実に伸びていくだろうなと。伸びててほしいしね。YouTube でね。たくみくんにも言ったけど、早く10万人行ってくれ、つって。と、心から思ってるから。まあ、そういう風になっていくだろうなと思います。まあ、負けてらんないよね。本当に。年だいぶさ、彼のが下なんだけどさ、負けてらんないっす、みたいな。風に思わせてくれる。方だからね、やっぱりこれからも大切な縁として、繋がっていたいなと思います。やっぱね、不思議な、なんか不思議というか、自分とはね、ほんとタイプがすごく違うと思う、たくみくんに関しては。あ、似てるなって全く思わないタイプ。だからこそ興味が湧くんだよね、たくみっていう男に。すごく興味が湧く。自分と全然違う価値観というか観点を持ってるからさ、まあ、実際話してて、俺、どっちかというと薄っぺらい人間だからさ、そう、なんか逆にこう、たくみくんに貢献できることがあったのかなって、本気でちょっと不安になっちゃうぐらいに、そう、なんか、そういうことを思ってた。話しながら。あ、別にそれを卑下してるわけじゃなくてね。それは俺は俺自身でいいと、この存在でいいと思ってるから別にいいんだけど。っていう感じかな。まあみんなもね、こう映像、まあネットを通してだけでしか見たことない方とか、まあ実際結構ね、いろんなイベントとかもされてるので、実際会って話したことある方もいると思うんですけど、本当に魅力に溢れた。ほんで、不思議な魅力って言い方が、俺の中ではしっくりくるんだけど、彼に関しては。不思議な魅力をたくさん持ってる方なので、ぜひぜひこれから絡んでってもらいたいと思います。俺がね、なんつうのかな、こう、YouTube だけじゃないと思うんだけど、やっぱり人気になってくるとどうしても、こう、ね、図に乗るじゃないけど、調子に乗るじゃないけど、っていうタイプの方もやっぱりいらっしゃってて、確実にそういうタイプではない、と思っているの、たくみくんに関しては。そう、どういう状況になってたとしても、今のスタンスを変えずというか、自分の軸の部分をぶらさずにやっていける、そういう、才能というか、性質を持ってると思うので、これからもね、まあ、一ファンとして。とか言ったらちょっと気持ち悪いか。言い過ぎか、たくみ。これでいいか、とか言ってね。でも本気でそれを思ってるんで。まあ、個人的に応援もしつつ、負けてらんねえなと思いながら触発もされつつ、まあ、お互いね、こう、教育っていう分野を盛り上げていけたらなと思っておりますので、はい。ぜひぜひ、呼び乗りのたくみという男、よろしくお願いします。誰だよ俺っていうね。まあそんな感じですね。はい、ちょっと、まあまとまりきらなかったんですけど、まあ俺が匠のことが、あ、ハイチ、匠のこと好きなんだなってか若干伝われば嬉しいわ。それは本当に思ってるから。そう。尊敬もしてるし。っていう感じです。はい。で、あとは今回ねえわ。でじゃないわ。今回下ないね。という感じかな。まあまあぜひぜひ、まだ見たことない方はね、ぜひ、動画の方ね、チャンネルのリンクも下に貼ってありますんで、見てみてください。よろしくお願いいたします。では、だいぶ下りましたけど、今回は、ハイチのダラダラジオで、呼び乗りの匠という男という話をさせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、次回はですね、あ、でも、多分顔出しで撮るかな。ちょっとまあ、迷ってることがあるんですけども、話そうかなと思ってる内容があるので、もしよかったら、またね、来週も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。